フランスの港は、フランス王国の画家クロード・ジョセフ・ベルネが描いた一連の絵画の総称、作者の代表作である。1753年3月、およそ20年のローマ留学を終えて、祖国フランスに帰国したクロード・ジョセフ・ベルネは、同年9月に注文を受けて連作、フランスの港に取り掛かった。この連作は、当時の国王類15世紀聖火において、 最大規模の注文であった。注文者は、ルイ15世であるが、実際に、ベルネに絵を描かせようと考えたのは、1751年に、王室建造物局総監という養殖についた、ばかりのマリニー公爵アベル・フランソワ・ポワソンド・バンディエールであった。注文は当初、フランスのすべての港を描くことを掲げていたが、実際にまとまった計画では、 地中海沿岸の8項と大西洋沿岸の12項と決定された。このフランスの港はフランスの産業や軍事を示す教育的な内容を持つものであり、地勢の正確な表現と合わせて産業、交易、風俗などのそれぞれの土地を特徴づける多くの要素を盛り込むことが要求された。原則として 注文側が作成した計画案に従って制作しなければならないとする条件が付けられ、描くべき港、港ごとの作品数、どの地点からどの方面を眺めるか、盛り込むべきモチーフなど、もろもろの細かい指示が出されていた。報酬は必要経費込みで1点につき6000フランと定められた。絵画制作のための旅行がベルネにとって精神的にも経済的にも 大きな負担となっており、パリに戻って制作を中断してしまった時期もある。当初の計画では、フランスの主要な20の港を描くことになっていたが、ベルネは10年の歳月をかけて10の港を15点のパブローに仕上げて終了することにした。1753年9月に注文を受けたベルネは、翌10月には家族と共にマルセイユに到着した。 1754年9月まで1年間にわたって、ベルネはマルセイユに滞在し、マルセイユの2点を描いた。1954年9月に、トゥーロンに移り、バンドル湾の眺め、マグロ漁とトゥーロン信仰の眺めを描いた。以上の4点は1755年のサロンに出展された。トゥーロンでは、この他にもトゥーロンの街と停泊地の眺めと、 食料倉庫側から見たトゥーロン急行の眺めを制作した。アンティーブを訪れた後、1756年10月にセットに到着し、書きかけのアンティーブ港を完成させた。セットでは1757年5月までにセット港の眺めを描き終えた。 以上の4点は1757年のサロンに出展された。地中海の主要な5つの港8枚のカンバスに描き終えたベルネは1757年5月に大西洋沿岸のボルドーに移り2点を描いた。南下して1759年7月にバイオンヌに到着して2年間この地に滞在し、予定を変えてバイオンヌの絵画を2点描いた。 1761年7月にラロシェルに赴いて、ほぼ1年間滞在した後、ロシュフォールに移った。ロシュフォール港の眺めを絵描き終えたベルネは、1762年にパリに戻って、一旦筆を置いた。地中海と大西洋を終えて、次はイギリス海峡沿岸を進んで、カレー港が終着点となるはずだった。 しかしベルネはこれをディエップ校に変更することを提案し、1765年にディエップ校の眺めが制作された。イギリス海峡沿岸がこれ以上描かれることはなく、ディエップ校の眺めがこの連作の最後の作品となった。ありがとうございます。